こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランド、ミラジムもぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回は最近流行りの落ちにくい口紅の新作、じゃん、ファシオの人塗りルージュを全色レビューしていきたいと思います。この間ですね、落ちにくい口紅で言うと、ビセの粘膜フェイクルージュっていうのが5月の16日にね、登場したんですけど、今回のファシオの人塗りルージュは6月の16日発売です。で、価格がですね1430円とリップモンスターとビセが1540円なので、こちらの新作が110円安いです。こちらの商品特徴なんですけど、高発色ながらも自然に馴染むカラーとサテンのようなツヤが唇を魅力的に彩るスティックルージュ。塗布後しばらくするとゲル層とシリコン層の2層膜を形成します。で、落ちにくい。この製品特徴なんですけど、この間出たビセの粘膜フェイクルージュと近い処方になってます。なぜならビセとファシオは同じ会社だからです。構成ですね。で、ちなみにケイトの会社はカネボです。色味こんな感じ。カラーラインナップは全部で8色です。第1弾としてはカラー展開多い方だと思います。ちなみにパッケージはこんな感じ、薄い水色の丸型ケース。はい、多分ビセと一緒のケースですね。同じ構成系列なので、こちらのビセの粘膜フェイクルージュが好きだったって人はおそらくファシオも好きだと思います。全色塗ってみるとこんな感じ。かなり発色がいいです。口紅っていう感じ。本当にカラバリがどれか一つは誰でも似合う色があるっていう、いろんな方向性のカラーが揃ってます。特にこの3番ですね、これはビセにもケイトにもない色味。もうオレンジ好きさんは必見ですね。はい、それでは全色唇に塗っていきます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ご覧の通り発色がいいので、塗るときはちょい固めで、塗るときのコツなんですけど、塗ってから1分間飲んだり食べたりしない。こうすることでより唇に密着します。1分ぐらい経ったので肌に当ててみます。こんな感じ。こんだけ高発色なのにつきにくい。もう一回反対の手でやります。おい、もう一回ティッシュオフしよう。はい、もうほぼつかなくなりました。つかない。こちらも実際食事してみたりして使ってみたんですけど、ビセと同じくちゃんと落ちにくかった。個人的に好きな色はね、この4番とか、あ、でも5番も良かったな。この5番は誰にでも似合いそうなカラー。6番も可愛かったしこの辺が好きかな。この人塗りルージュがおすすめな人は、唇に血色感がなくて、こうリップをしっかり発色させないと顔色が悪く見えちゃう人とか、あとは唇をしっかり強調させたい人に特におすすめです。
私もね、唇の色がなくなっちゃうとなんか顔の印象が本当になくなっちゃうので、こんぐらい発色してくれると、しかも落ちにくいと嬉しいですね。で、今塗ってるの8番なんだけど、チョコレートみたいなちょっと普段つけない色だなって思ってたんだけど、実際塗ってみるとめっちゃ可愛い。いい。とにかく全部可愛い。まあでも3番かな、人をちょっと選ぶのは。ポップなオレンジ。あとはね、まあこれ単体で使っても可愛いんだけど、私イエベだよって人はこれを上からね重ねたりすると、よりイエベ向きのカラーになるので、この使い方もいい。マジで落ちない。で、基本的な使い心地はビセに近いんですけど、なんかより発色が強くてティッシュにつきにくいので、メイベリンのスーパーステイマットインク、あれの使い心地を無香料にしてめっちゃマイルドにした感じ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これももう人気間違いなしなので、ぜひ気になる方はお早めにチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。